お祭りさ、そう、あのさ、昨日エゴサをしててさ、なんか、まつりちゃんすぐ怒るやんみたいな。でもね、普通に生きててもね、言われるんだよ。言われたの。違うね、まつり声が低いのと、制圧がすごいから、マジかよって言うと、他の子が例えば他のホロメンがうわマジかよっていうの時の時と、もう全然違う風に捉えられちゃうんだよね。そう、嫌味を言ってるというか怒ってるように聞こえちゃうんだよ。声質の問題。うん、祭りは全然怒ってないんだよ。あ、祭りも冗談でやってるつもりなんだけど、そうそう、不機嫌っぽく聞こえるんだって、声が低いから。まあ、でも、なんとなくわかるよ。なんか、うわ、マジかよーっていうのとさ、うわ、マジかよーっていうのじゃさ、わかるかな？言い方は全く同じじゃん。でもさ、印象が違うじゃん。そう。で、祭りは後者だからね、マジで、怒っているのって言われる。全然怒ってない！書いとこうかな、概要欄に。なんか Q&A。怒ってるの？怒ってません。声が低いのでそう聞こえるかもしれません。すいません。別に怒った時とか、イラッとした時は言う。普通に。いや、本当にやめて。